私はもともとクラシックコンサートのプロデューサーをしておりましてこれまでクラシック音楽の番組の例えば「題名のない音楽会」ですとか「読み教シンフォニックライブ」といったようなそのテレビの中のクラシック音楽の番組を作る構成作家の仕事をずっとしておりましたでその中で、えーまあ、クラシックコンサートの構成やプロデュースっていうことの専門を、まあ、更新の指導に充てられないかということで東京芸大の方に2013年から参りました。 あのグラシック音楽の専門の構成作家っていうのは多分日本では私が初めてだと思うんですけれどももともとあの いわゆる構成作家さんと放送作家さんというのは、まあ、あのたくさんいらっしゃると思うんですけれどもちょうどまあ80年代から90年代のバブルの頃に、まあ、クラシック音楽の番組というのは爆発的に増えた時期があってその時にクラシックのわかる構成作家さんが欲しいっていうことで、まあ、ちょっとそこからあのお呼びがかかってずっと専門でその仕事をするようになりました。 もともと2011年から東京芸大の中で「障害とアーツ」という、まあ、障害のある方と芸術を通して分け隔てなくその楽しもうというあのイベントが始まったんですねそれはあの私の先人の作曲家の松下勲先生という方が始めたものなんですけれどもそれを2012年から芸大で手伝うようになって。 でその障害とアーツという活動を、まあ、2012年からずっと続けていたんですけれどもその中で2015年に東京芸術大学が COI 拠点の,あの認定を受けましてそこにあの障害とアーツも加わることになったんですね。でそれまでその障害とアーツというイベントは障害のある方とその芸術を通してまあ楽しむというまあイベントだったんですけれども2015年にその COI 拠点ができてから 経済の中に初めてその外からの企業っていうものが入ってくるようになってその企業と大学が連携して何かこうイノベーションを起こしていくという使命が与えられてその障害とあずというただイベントベースでやっていたものを研究というふうに大きくシフトチェンジをして障害のある方に 芸術を楽しんでもらうにはどうしたらいいか、どういうデバイスが必要か、どういう楽器が必要か、どういうワークショップが必要かっていうことを企業と連携して研究開発していくっていうような新しい方向になったんですね。で、2015年からずっとそちらの方の活動に邁進している状態です。芸大に総額堂という大きなホールがあるんです。けれども、そちらにその芸大フィルハーモニー管弦楽団というあのオーケストラを一つ。あの出演者に。 あの雇いいまして、えー、そこに障害ののあるプロのアーティストを呼んんでいたんでたすね。例えばあの全盲のバイオリニストであるとかあの知的障害を持ったダンスのグループであるとかそういったあの方々を招いて演奏会をしてそれをまあ会場に聴覚障害の方視覚障害の方知的障害の方死体不自由の方いろんな方を招いてみんなで楽しむっていうまあ 言ってみれば交流イベントだったんですただそこはあの交流するというだけでまあそれを外に何かこう発展させていくとかあの進化させていくということがまあなかなか難しくて、まあ、ただその日が楽しかったねで終わってしまっていたんですねただそこにその2015年から coi というものができたことによってあの障害のある方々が舞台の上に立って表現する自分をこう自己表現 の場としてこの芸大の障害ターツを使うっていう新たな視点が加わってそれまでは障害のあるプロのアーティストしか舞台に立たなかったんですけれども例えば支援学校の子どもたちであるとかえ施設に通っている障害のある方々がえ実際に芸大のプロのアーティストと一緒になって一つのミュージカルを作ったり演劇を作ったりダンスパフォーマンスを作ったりっていうようなあの障害のある方に自分たちがその表現 するというその場を私たちが提供することができるようになりましたでその障害のある方が表現をするにはやはり何かしらその助けになるような新しい科学技術が必要だということでその部分をヤマハだったり JVC ケンウッドとかあとベネッセなどと協力して作っていったというような形です。で例えばあの 脳性麻痺で指が1本しか動かない女の子がいてその子がどうしてもショパン作曲の「ノクターン」というピアノの曲が弾きたいって思っているで今まではそれを人力で伴奏してあの先生が隣について伴奏の部分を弾いてあの足を伸ばしてペダルを踏んだりして人力で補助してたんですけれどもその部分をヤマハさんの科学技術を借りて。 えー、その子の一本指だけのピアノのメロディーの演奏に合わせて自動的に伴奏とペダルがついてくる、えー、すごいピアノを開発したりとかそういったことが実現できるようになりました。ああの最初ははそここがすすごく戸惑いを覚えたたところではあったんでっんけれどもただあの 例えば障害のある方にある技術ある科学技術であったりワークショップだったりそういうものを開発してそれを社会実装していくっていうのはそれを欲しい人たちのところに持っていくっていう、まあ、その作業だったり。 ということで、そういう意味では例えば日頃からあの交流のある支援学校の先生とか、あとはコンサートホールにこういうワークショップを作ったんですけれど、これやってみませんかっていうふうにもう本当にいろいろ対当たりで持ってったんですね。そしたら意外と反響がすぐ返ってきて、ぜひやってみたいっていうことで、あっという間に社会実装ができちゃったんですよ。これは本当にあの最初戸惑ってたんですけれども、あの実際にこう持って行ってみたところ。 実はそういうのが欲しかったんだっていうことがもう本当に全国各地にいろいろそういう声が上がってであっという間にこう、まあ、受託事業として自分たちが開発したワークショップやデバイスっていうものを実際の現場で使っていただくことができるようになりました。たただそのあの漠然とこういうういいい社会包摂的ななイベントをやりたいっていうのではなく かなりこうターゲットをむしろ最初は絞ってたんですね例えばその1、えー、本指で弾けるピアノにしてもたった1人の女の子が弾きたいたった1曲のために開発したものだったんですけれどもそういったものの方がむしろこう汎用性が高いというかユニバーサルになる可能性を秘めていて一人の子のために開発したものが実は多くの人に使える技術だったっていうようなそういう順番で社会実装していった感じです。でですのでこう社会 社会実装をしようっていうことがまず目的にあったんではなくてもう本当にとっても小さな一つの穴みたいなところに針,を針に穴を落とすような活動があっという間にこういうユニバーサルになったっていうそういう順番で,したそうです、ね、あの私はこう現場ってとにかくそういったものを得ようと思っていてまずとにかく あの分からなくてもできなくてもまずその支援学校とか福祉施設の現場に行って実際に障害のある方を見てその人たちが何が欲しがってるか何に困っているかっていうことをとにかく救い取ってそれで開発に結びつけていくっていうことで決してこう頭で想像しただけではないっていうのを強みにしています。そそうなんですそれですれピアノが弾いててみたくてあの 普通のピアノ、音楽室にあるピアノで2年間もかけてたった3分の曲を2年間かけけて、て1本指だでで練習してたんですねで。それを音楽の先生が人力で伴奏してて補っていたで。その子がどうしてもそのピアノが弾きたいっていうその気持ちに私たちも感動してそれが大きなモチベーションになってその現場にヤマハの技術者を連れて行ってもうピアノを運搬してっていうもうものすごい。 大事件というか、そのたった女の子一人のためにもうたくさんの人を動かして一台のピアノを開発して、それが今もう本当全国からニーズがあるピアノに誰でもピアノっていうものに生まれ変わったという次第です。私たちも最初頭で考えてた時はピアノはまず無理だろうってまず除外してたんですね。で、まあ、打楽器とかまああの変な話太鼓の達人 を活かせないかと思ったこのあのバンダイナムコにご <laughs> 相談に行ったこととかもあったんですけれどもやはりこうみんなができる楽器じゃなくてこうみんなが憧れの楽器っていうものじゃないとモチベーションが障害のある方にとっても高まらないっていうことだったんですねそれで本当私たちの研究からむしろ外そうと思っていたピアノしかもグランドピアノというもう大変 プロでななななけけれれれば弾けない憧れの楽楽器器それが一番ユニバーサルな楽器に結果としてなったんですねやはりこうあれがやってみたいとかこうしてみたいって思うのはある種憧れだったりその希望の塊であったりそういったものがないとなかなかえ「これ誰でも弾ける楽器だからぜひ弾いてごらん」っていうのではこう開発する方にとってもそれをひあの体験する側にとってもモチベーションが上がらないんですよね。 あの今はまだ障害のある方と障害のない方といったような、まあ、分け方というかそういうあの区分をしてで障害のある方に楽しめるコンサートとかってわざわざ作るわけなんですけれども将来はやはりそういったことをもう言わなくてもう何かこうコンサートであったり誰もが楽しめる美術館であったりそういうものがこう普通にあるようなそういう社会になったらいいなとは思います。 でも逆にその誰もが楽しめるものを作るためにはものすごくこうコアな人が楽しめるものっていうものを個別にちゃんと研究していかないとダメなんだなっていうその例えばあの視覚障害というか目が見えない方が体験するための美術館っていうものを視覚障害のためだけに作ったとするとそれはあの目が見える人の にとってもすごいエンターテイメントな空間になるんですね。そういったことをあのいろいろな障害に特化した形で進めていきたいなと思ってます。あのとにかくライブのコンサートがすべて中止になってしまって、全くその活動の場合が失われたアーティストがたくさんいたんですけれども、あの私は今横浜みなとみらいホールの館長もしているんですけれども、まあその今年の4月に 館長に就任した途端にコロナになってしまって、コンサートホールで何もできなくなってしまったんですね。で、その時にこれなんかやんなきゃやばいぞと思って結構焦りまして。それであのウェブ上のコンサートホールっていうものを作ろうということを思い。立って、えー、今年の9月から横浜ウェブステージというバーチャルな音楽フェスティバルを。 始めることにしましまたで。それはどういうものかといいますとあのコンサートホールで、まあ、オーケストラやピアノや弦楽四十層の、まあ、映像を撮るんですけれどもその映像に例えばドローンとかあとは GoPro とかそういったその普通じゃない映像が撮れるカメラを駆使して ピアノの中から見た演奏家の姿とかピアノの中から見るピアノの鍵盤の動きとかパイプオルガンの裏からにドローン飛ばしてあの,ほあのパイプの動きを見たりとかあとはあのコンサートホールを上からドローンでこう俯瞰してみたりとかそういったその普通では見られない音楽の映像っていうものを今撮り,りだめている最中なんですけれどもそれを作って。 ウェブ上の音楽祭をしようと思っていますそうすることによってあのもちろん活動の場を失った演奏家たちに対して、まあ、ある種報酬というその保証をすることもできますしそれを楽しむことによってあの多くの方がそのコンサートの楽しさっていうことを忘れないでいられますしまた、まあ、障害があって実際にコンサートホールにあの 外出していけない方々にとってもウェブ上のフェスティバルっていうものを通して音楽をすごくリアルな臨場感あふれるものとして体験してもらうっていうことができる、まあ、そういったですのでこのコロナによって新しい芸術の鑑賞の仕方とっていうものが多分生まれてくると思うんですね。ただだそののの時にココロロナナから仕仕方方なくくやってていいいる鑑賞とううももは消えていくと思うんですけれどもコロナが えー、終わったとしても残る価値のある代替物鑑賞の,の手段っていうものを開発できた人は残ると思うんですね。そそここがが今多分一番みんなななを考えなきゃいけだもともと科学技術と芸術っていうのはむしろ一番対極にあるように思われていたものだったんですけれどもこの COI によって実はすごく近いしお互いが とても高め,高め合える分野だなっていうことに気づいていち早くそういうものに結構飛びつくようになってほ本当はねもうすごいアナログ人間でもう全然そういうの分かんない人なんですけど COI によってそういうういい意識が芽生えたっていうのはあります、まあ、東京藝術大学は優れた演奏家や優れたアーティストを育てるというまあ教育機関なんですけれどもやはりこう卒業した後になかなかそれをあの社会に 役立てていくというか、あのまあ、デビューしたりとかそういった機会を持つことができるのは本当に一握りの人たちだけで、なかなか自分のこうプレゼンの仕方っていうのはわからないで迷っている学生が多いんですね。その中でやはりあの柔軟な思考を持って芸術とは何かっていうことを考えると同時に。 芸術以外の分野とどういうふうに連携していったら自分のアートをもっとこう幅広く社会に役立てるかっていうことをあの自分の中に培ってそれで自分をこうアーティストとして幅広いジャンルに売っていくというか見せていくっていうようなあの思想を育てていってほしいなと思います。そのたためにあの私たちは、えー 学生たちに対っていうようないろいろな方向性を示してあげるその中に一つ障害者との関わりっていうのもあると思うんですけれども障害とアーっていうことを見ることによって自分のアートとしての可能性っていうものの視野を広めるようなそういったことに気づいてもらえたらいいなと思ってます。